皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田雅宏です。今回はですね、僕が運営しているエムズスキーサロンネクストというオンラインスキースクールがあるんですけれども、まあ、そちらのですね、会員さんからですね、寄せられた、質問についてお答えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。早速ですね、質問来ております。本日なんですけれども、小回りなどで落差を取るように言われています。落差を取るとスピードが出てしまい暴走してしまうのではないかと思ってしまいます。落差のある小回りを吉田プロの言葉で解説してもらえると嬉しいです、ということですね。まあ、落差を取ると暴走してしまうんじゃないかというですね、お悩み抱えている方非常に多いんじゃないかなと思います。落差を取るということと、まあ、ターンを浅くするというのは、まあ、ちょっとですね、こう近いようで、ニュアンスがこう変わってくるんですね。まあ、当然その斜面設定がこう急だったりとか、あとはこう雪が硬いのに浅くこう滑ってしまう、浅いターンになってしまうと暴走してしまうんじゃないかなっていうふうにこう考えてしまう気持ちもわかるんですけれども、まあ、ちょっとやっぱりニュアンスが違いますので、まあ、その辺をですね、今日はこう解説していければいいんじゃないかなと思います。まあ、まずですね、落差を取るという言葉を違う言葉に置き換えると、落下方向から来る圧をしっかりと利用しながらターンをするということなんですね。ですので、ただこう直角をしますよとか、ただこう浅く滑りますよだけだと、言葉としては少しこう足りないわけです。落下方向から来る圧をいかにこうコントロールしながらターン運動につなげていくかというところが非常に重要になってくるんですね。まあ、それで言いますと、この方はですね、まあ、M さんから今回ご質問いただいてるんですけれども、まあ、落差をもうちょっと取った方がいいよと言われてるということは、深い方向にこうスキーをこう入れすぎてしまっているということなんですね。まあ、この適切なターンサイズ、ターン弧というのは、まあ、いろんな形でこう、表現することができるんですけれども、まあ、その人のこう体格ですとか、あとは使ってるスキーのラディウスだったりとか、スペックだったりとか、まあ、いろんなものがこう複合的に合わさって、まあ、その時々でこう適切なターンサイズっていうのが生まれてくるので、まあ、ここでは例えばスキーが何度横に向けば正解ですよというような、そういうこう絶対的な数値では決めつけることができないんですけれども、例えばですね、もうちょっと落差を取った方がいいよと言われてるということは、まあ、スキーが横に向いてしまって、もうですね、スキーの動き自体が止まってしまってる状態のことを指します。例えば、斜面の中で停止しようとすると、スキーを横に向けて、まあ、体も横に向けて停止しますよね。まあ、皆さん例えば中上級者以上の方であれば、ハの字を使うというよりはスキーを横に向けた状態で停止すると思います。スキーが一度止まってしまった状態から再び動き出すというのは、まあ、なかなか難しいんですね。まあ、当然スキーだけが、いきなりこう動き出すことはないので、自分の力でまた動かしていかないといけなくなってくるんですけども、まあ、そこに、効率的な動きというのがですね、こうついてこなくなってしまうので、あまりこう必要以上に横に向けてしまうとスキーの動きが止まっちゃってるよという、そういうアドバイスをされてると思っていただいていいんじゃないかなと思います。じゃあどうすればいいかと言いますと、多分、M さんはですね、スキーを右に左に右に左にってこう曲がらなきゃいけない、ターンしなきゃいけないっていう意識がちょっと強いんじゃないかなというふうに感じております。まあ、そうなってしまうと自分のこう力の使う方向が、まあ、右左しか意識を持つことができないので、冒頭にお話しさせていただいた通り、落下方向からですね、圧をこう受け止めるということができなくなってしまうんですね。まあ、スキーの本質というのはやはり上から下まで下るスポーツなので、その下っていくというところの前提をしっかりこう頭に入れながら、その中で効率的に左右に力を使っていけるかどうか、下ることが先にあって、そのうまく動くことによって左右に力を使っていけるというような組み立てになってくるので、おそらくどちらかというと曲がらなきゃいけないよという意識が強くなりすぎるがあまり、そういったアドバイスを受けてるんじゃないかなと思います。まあ、具体的には右に左に、まあ、僕から見てなんですけど、右に左に右に左にではなくて、例えばターンをですね、右左右左だと1 2 1 2っていう組み立てになると思うんですけど、例えば右に曲がります、落下方向を向かいます、左に曲がりますということで、1ターンの組み立てを1 2ではなくて1 2
3というふうにこう取ってみていただけると、まあ、いいんじゃないかなと思います。1、2、3ですね。なので例えば左に向かっていきますよというところから落下方向に1回向かいます。落下方向に向かうところで下から圧がかかってくるので、その圧をうまく外交系の姿勢で受け止めることで右の方向に曲がっていくということで、1、2、3のリズムですね。まあ、今回はですね、特に、落差のある小回りをしたいということなので、一見ですね1、2のリズムから1、2、3にしてしまうことでターンサイズってちっちゃくならないんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけれど、ターンサイズがどんなにこう小さくなっていても、ターンの中でこの3つのポイントというのをしっかり抑えるべきなので、初めは練習していく中で多少こうターンサイズが従来よりもちょっと大きくなってしまうこともあると思います。ですが洗練させていくとそれぞれにかける時間がだんだん短くなってくるので、まあ、結果的にこうターンサイズがコンパクトになってきて小回りになってくるというような経緯がありますので、1、2ではなくて1、2、特にこの2ですよね。ここでしっかり落下する方向に意識を持つ。そして、そうすると落下している方向、反対方向から圧がかかってくるので、この圧をですね、うまく受け止めることで次のターンにこう逃がしていってあげるというような形でこう押さえておいていただけると、落差のある小回りを実現することができるんじゃないかなと思います。特に、谷回りの部分でこ う, うまくポジション取れてない方っていうのは、この2のポジションに入った時にスキーだけが先に進んでしまって体がこう遅れてしまって3の処理が甘くなってしまうんですね。ですので斜めに進んでいるところ、まあ、横方向に進んでいるところから落下していきますよ。ここが一番こういわゆる最大傾斜線と呼ばれるシャドウがこう一番急になる局面なので、この局面で体だけが置いていかれないようにしっかりと斜面に対してまっすぐこう立ちに行くようなイメージですね。落下していくスキーに対して重心もしっかりこうついていく、まあ、もしくはもうちょっとこう上級者になってくると、重心が先行していってスキーが後からついてくるぐらいの意識でいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いずれにしてもこの2の局面でスキーだけが先に行ってしまって、体が遅れてしまってこう受け身になってしまう、まあ、そういうことがないようにしていただけるといいかなと思います。まあ、このですね、今回M さんからいただいているご質問ですね、落差を取るようにした方がいいんじゃないのと言われましたということなんですけれど、まあ、僕自身もですね、ゲレンデ見てて、まあ、特にそういうふうにこう思うことも多々あるんですね。で、以前動画の中でもシーズン初めは特にオフシーズンにこんな動きしたい、あんなターンしたいということで、いろいろこう頭でっかちになりすぎてしまって、シーズン入った時にまだですね、そんなにこうスピードも出てないのに、右に左にこう力使いすぎてる方、まあ、実際に多いんですね。なので、今回ですね、いろいろこうご質問いただいてるんですけれども、まあ、特にシーズンインの時にはこの落差の取り方というのを勉強しておいていただいた方がいいんじゃないかなということでですね、今回取り上げさせていただきました。まあ、ぜひですね、M さんもなんですけれども、視聴者の皆さんもですね、参考にしてみていただければというふうに思います。ということで本日もどうもありがとうございました。